レイラです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、ということで今回はピンクラテ TV メンバーの5人の秋私服をご紹介したいと思います。恒例企画となっておりますね、ピンクラテ TV。 今回はですね、実際私も他4人のメンバーの私服をまだ見ていないので、私自身もすごい楽しみです。では私から紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでレイラのコーデはこんな感じです。はい、ということで今回の私の私服のテーマは、最近寒くなってきたね、レイラのモノトーンコーデです。ポイントはですね、トレンドを入れたコーデにしたのがポイントになっていて、ダウンベストすごい最近流行りでみんな知ってると思うんですけど、私はこの中にクロップド丈のパーカーをやって、私らしくちょっとストリートな感じにしてみました。で、下もこんな感じでハーフパンツ、これもねハイウエストになってるので、すごい足長効果が出てめちゃめちゃ良きです。で、このブーツもね、もうめっちゃ私お気に入りで、もう私のインスタを見てくれてる方はもう お分かりというか何回も見たことあるなっていう感じの靴を今日は履いてきました。で、この帽子もねすごいふわふわしてて気持ちいいんですよ。このねうさぎさんのマークもポイントとなっております。これはスピンズさんで購入しました。で、この中のトップスパーカーが、あ、名前忘れちゃった、なんだっけ、アコメドコメスみたいな、なんかあの後でじゃあここら辺に出していただきます。じゃあ、このダウンベストは GU です。これはママと兼用で使ってます。で、この下のパンツがスライさんです。で、靴は GU さんですね。はい、ということでこんな感じでレイラの秋私服でした。やばい、今日滑舌が悪いんですけれども、申し訳ございません。では次のメンバーへどうぞ。メイです。メイのコーデはこんな感じです。はい、このコーデのテーマはちょっとカフェでデートみたいな、まあ、デートする相手はいないんですけど、そんな感じのコーデになってます。大人っぽい黒とベージュでまとめて、ところどころゴールドのアクセントとかを入れたりしたり、靴もちょっとゴールドなとこがあってすごくまとまった感じのコーデになってます。あとピンもつけてね、すごい柄がないシンプルなコーデなので、アクセサリーとかで華やかにしてみました。で、このブランドがトップスがビゴーで、ワンピースがグレイルー、靴がバイクルコースです。はい、こんな感じです。小物とかはシーンとか、あとはダイソーとかで揃えてます。こんな感じでした。マリアです。マリアのコーデはこんな感じです。はい、テーマはガーリーな感じです。可愛いんですよ、このカーディガンが。この中はこんな感じのブラウスと、この千鳥柄のショートパンツを着てます。これだけでも可愛いんですけど、これを合わせることによってちょっと甘さが増して可愛くなってます。あんまりアクセサリーとかはつけずに、このまま外に出かけたりするみたいな感じです。ブランドはここら辺は全部ウィゴーです。ウィゴー、ウィゴー、ウィゴーで、靴下もウィゴーです。靴は CST&P です。はい、こんな感じです。イザーです。イザーのコーデはこんな感じです。可愛い系で揃えて、この
トップスがシーンさんで、ニットみたいなやつがピンクラットさんので、スカートもこれピンクラットさんなんですけど、1年前に買ってお気に入りすぎてずっと履いてるんですけど、可愛いのでお気に入りです。で、ニーハイが靴下屋さんで買って、あの109の靴下屋さんで買って、靴が誕生日プレゼントの時にママにあのネットで買ってもらって、量産系の靴で調べたらこれが出てきたんで好きです。で、最近本当にお気に入りずっと履いてて、ぜひ履いてみて買ってみてください。今日の講座はこんな感じでした。バイバイ。ひなの講座はこんな感じです。私の秋コーデは、大人カジュアルな感じのコーデにしてみました。ポイントはこの鎖骨が綺麗に見えるトップスなんですけど、この下のね、このダボっとしたパンツに合わせてちょっとカジュアルすぎず、このトップスで大人っぽさを取り入れて大人カジュアルな感じにしました。このちょっと丈感がね短めで、こういうジャンバーを着ることでスタイルアップにもなるし、これすごい横から見ても後ろから見てもシルエットがすごく綺麗なので、すごく気に入ってます。ブランドは上から足のつま先まで全てアンビーさんです。私の一番のお気に入りのブランドっていうのはもう皆さんご存知の通りですし、アンビーとピンクラってコラボしたので、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、ちょっと私は今日もう一回コラボしてくれないかなという思いを込めて、このコーデを選びました。すごい可愛い秋コーデになったんじゃないかなって思ってます。もみじ狩りデート行きたいです。相手はいません。バイバーイ。みんなの私服いかがでしたか？いろんな系統の、ね、メンバーがいるので、すごいどんな子が見ても楽しめたんじゃないかなって思います。すごい好評な企画なので、次は冬コーデかなと思いながらちょっと期待してます。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。